インバウンド需要の回復に期待が高まります。こちらは新型コロナ流行前の海外からの観光客数で、最も多かったのは台湾、そして中国、韓国と続きます。そんな台湾と那覇を結ぶ中華航空の運航がおよそ2年7ヶ月ぶりに再開されました。今日午前、台湾から那覇空港に到着した中華航空の第1便。到着ロビーでは、沖縄観光コンベンションビューローの職員やミス沖縄が横断幕を掲げて、台北からの乗客およそ100人を出迎えました。新型コロナの影響でストップしていた中華航空の運航再開は2年7ヶ月ぶりです。上一次来冲绳应该是四年前的，对，那很四年前，对，就很期待再回来，对，那刚好因为疫情的关系就很可惜，然后现在疫情一开放有机会我们就马上过来玩，对。但是我觉得票价不会影响到台湾人来冲绳旅游的心情，所以希望可以尽快可以票价平稳，让更多的台湾人可以来冲绳玩。中華航空の定期便は今日から1日1往復運航されます。新型コロナの水際対策が今月11日に緩和されたことで、台湾や香港を結ぶ格安航空会社 LCC の定期便も再開されていて、12月には韓国の大韓航空が那覇とソウルを結ぶ便を週4往復で再開させる予定です。こうした中で、インバウンド需要の回復を加速させるため、県内の主要な経済団体のメンバーが今日台湾へと出発しました。早くこの、ピークの観光客に戻すよう働きかけをしてくると、人流の交流ができるということは大変嬉しく思っておりますので。訪問団は台湾最大の経済団体と国際見本市や商談会、投資などの協力に関する覚書を締結する予定です。ところで、今日発表された県内の先月の入域観光客数は49万4700人で、新型コロナ以前の8割程度まで回復しています。今月は全国旅行支援がスタートしたことや、海外路線が続々再開されたことで、観光客数はさらに伸びる見通しとなっています。特にインバウンドについて県は、円安を背景に海外客が訪れやすく、消費額も伸びると期待を寄せています。